おいす、こんにちは、たま先生やで。ほら、今回は核に入ってた染色体について見ていくで。染色体は、酢酸カーミンとかオルセインにつけて染めると赤くなる。酸性のデオキシリボ核酸。DNA を持ってるんやったな。こいつは、ユスリカの大気腺やと大きいんで、めっちゃ観察しやすいんやけど、観察してみるとたまーにパフっていう膨らむところがあって、何かしら起こっとるんが見れる。ま 俺にはニュルニュル系がダメなんで、絶対やりたくない観察やけどな。しかも、頭んとこぐっちゃぐちゃにして、目も汚いし、引っ張ってピロローンってなって、もう気絶するわ。ちなみにこいつも染色体なんで、酢サ酸サカーミンで染めるけど、他にもメチルグリーンピロニンって、そんなぐちょぐちょ感をバッチリ表したような液でも染めることができるんで、頭に入れといてや。まあ、わざわざそんな名前つけんでもよかったろうにな。ほんで、今から100年前、モーガンはこの染色体に遺伝子が入ってるんを証明したんや。 この頃にはもうメンデルが豆とか使って生命は何かの物質で遺伝子いう生物の情報を受け継がせとるっていうのは言うてたからその遺伝子がどこに入ってるんかをモーガンがこうじゃんって確かめてどうなんってなったんやなそのギャグ苦しすぎますよ これで染色体に入ってるんがわかると、染色体って DNA やタンパク質でできてるんやけど、その後、グリフィスとエイブリーのグリブリーコンビが DNA だけの媒菌に加えて遺伝子を受け継がせたり、DNA 以外のタンパク質とかを入れて受け継がなかったりっていうのの実験で、染色体の中でも DNA に遺伝子が入ってるっていうのを予想すると、ハーシーとチェイスがウイルスのバクテリオファージが大腸菌に DNA を渡して自分を増やさせてるっていうのを見て、やっぱ遺伝子に DNA が入ってるって証明したんや。 ハーイとチーズってなんかチャラうわね。ハーシーとチーズやボケー。こうやって遺伝子は DNA に入ってるんが分かると DNA はさらに研究され、ウィルキンスとフランクリンが X 線で DNA がバネみたいな螺旋やーいうのを写真で撮って調べて、マタソンとクリックがそれがさらに二重螺旋っていうのまで突き止めたんや。 核ですら顕微鏡でやーっと見えるかどうかっていうとこ、その中に入ってる超極細の DNA を写真で撮るって、もうこの人たち凄す,すぎるで。どうやってやったんかって不思議でならんわ。ノーベル賞まで撮ってるしな。てなわけで、こうやって DNA は解明されてったんや。でも、最後のペアは覚えにくいわね。どっちも W とクについてるし。ああ、それは大丈夫。ローマ字書きすれば、こっちは U やろ区別つくやん。てなわけで、こっちは W。 20であるっていうのを見つけた方が W なんやから覚え方はダブルクリックでノーベル賞そしてテストで W は出てもワトソンが書けないってオチよねまあその時はマークシートのセンターで頑張れ